アルベルト・ジョー・スワレス・スベロは、ベネズエラ・ボリバル州産フェリックス出身の、プロ野球選手。ウト右ミギウチ。NPB の東京ヤクルトスワローズ所属。日本語メディアでは、アルバートと表記されることが多い。実定は同じくプロ野球選手で、阪神タイガース所属のロベルト・スワレス。2006年7月2日にアマチュアフリーエージェントとして、タンパベイデビル・レイズと契約。 2009年にトミー・ジョン手術を受けた。2010年に復帰し、同年11月19日にレイズの40人枠に入った。レイズ参加には2014年まで在籍したが、メジャー昇格は果たせなかった。オフの11月8日に FA となった。2014年12月8日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2015年は、 参加の AAQ アーカンソートラベラーズでプレーした。オフの11月13日に FA となった。2015年11月26日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は参加の AAQ サクラメントリバーキャッツで迎え、5月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月8日のコロラドロッキーズ戦で、 メジャーデビューを果たし、11日のトロントブルージェイズ戦でメジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは22試合に登板して3勝5敗、防御率4.29、54奪三振を記録した。2017年は18試合に登板して0勝3敗、1セーブ、防御率5.12、34奪三振を記録した。 オフの12月1日にノンテンダー FA となったが10日にジャイアンツとマイナー契約を結んで再契約した。アリゾナダイヤモンドバックス時代2017年12月14日に行われたルール5ドラフトでアリゾナダイヤモンドバックスから指名され移籍した。2018年3月24日に戦力外となり27日に マイナー契約で参加のトリプル A 級リノ A シズへ配属された。2018年12月25日、スコット・マクガフと共に東京ヤクルトスワローズと契約したことが発表された。背番号は70。2019年4月25日の対巨人戦で6回94球、ヒアン安打3無失点の高騰で来日初勝利を挙げた。オフに、 背番号を四43に変更した。2020年10月19日の対阪神タイガー,アース戦に弟のロベルトスワレスが登板。プロ野球史上初の外国人兄弟投手が同一試合に登板を実現した。最速で90マイルパーアワー大中盤に達するシンキングファストボールを武器とする。ありがとうございます。